サリネラ・ソリネラは、海産の無脊椎補正動物である、一廃用動物門モノブラスタスアの唯一の属であり、ソリネラ・サルベ一種のみが属する。つまり、一廃用動物門には、サリネラの一種のみが属する。サリネラは1892年、アルゼンチンのコルドバで塩田の堆積物中から、発見された。この元気祭以外に発見された記録は、全くなく、 その存在が疑問視されている。サリネラは体長1ミリメートルほどの微小な動物である。全身が専毛で覆われ、専毛虫などのように這い回る。全体はやや扁平な楕円型で、頭部などの区別はない。前端がやや尖り、覆面が多少扁平になっている。前端やや下面に、口、後端に肛門がある。全身に専毛があり、口の周りと肛門の周りには特に長い肛門が、 並んでいる。体は全部で100ほどの細胞からなる。それらは体表に一層の細胞層となって配置する。その表側は体表面を構成し、内側は大きな空洞の消化空となっており、この面にも繊毛が並ぶ。それ以外に分化した組織や機関は見出せない。繊毛を用いて水中の器物表面を滑るように移動する。同時にデトリタスなど有機物粒子を口から取り込み、 消化吸収し、残りを肛門から排出するとされている。無性生殖は縦分裂が行われる。有性生殖は不明だが、二個体がシスト化することがあり、これが接合にあたる振る舞いをするという、少数の細胞からなり、内臓器官を持たないことから、発見当初は中性動物に所属させた。しかし現在ではこの群には寄生性のものしか認めず、 またそれも解体される傾向にある。同様に、中性動物に所属していた動物で自由生活のものに、板型動物門の専門ひらむしがあるが、こちらは、外側の細胞層の内側が空洞でなく、若干ではあるが、肝中組織に相当する細胞群がある。また、口、消化管、肛門がなくて、消化は、覆面の表皮細胞がこれにあたる。したがって、サリネラとは、 構造が全く異なり、本群は別の動物門とせざるを得ない。サリネラが所属する動物門としては、クボタが提唱した法廃様動物門がある。他方、カタクラ、マダラはこの門に対して一汎用動物門の名を提唱している。形態的には、外側に一層の細胞層が並ぶ構造は、発生における法廃に当たると見ることができ、法廃様動物もこれによっている。しかし、 普通の動物の場合、ここから植物局側の細胞層が貫入して、県庁を形成し、これが消化器官になる。つまり、消化管の内壁は体表に由来し、この点では平板動物の消化はそれに沿ったものである。これに対して、サリネラでは包廃に近い状態から内部への出入り口が形成されている。したがって、廃用のトポロジーとしては、サリネラの消化空は、 乱活空と騒動となるが、そのような例は他の動物群には見当たらない。いずれにせよ、この動物の再発見がない限り、存在自体が疑問視されることはやむを得ない。しかしながら、分類学的な位置づけが検討され独立の動物門が作られるなど、実在を期待する研究者もいる。ありがとうございます。